Aloha, my name is Josh Hargrove. I'm the general manager here at the beautiful Prince Waikiki Resort. And I'm so excited to be able to welcome you back after two long years of COVID and all the craziness in the world back to our beautiful hotel. Prince Waikiki is located right in central Waikiki with all oceanfront rooms. It's a 563 room resort. It was renovated back in 2017. We've got great food and beverage. We've got our infinity pool, just a lot of amazing amenities that we're so excited to be able to share with you upon your return back here to our hotel. Thank you so much for coming back and joining us. And we're excited to show you our facilities throughout the day here with our team. So thank you so much. Aloha. I'm very thrilled to be able to introduce you to our Japan sales team. Aloha! Konnichiwa! 本日はプリンスワイキキの新しくなった情報を中心に皆様にお届けしますのでよろしくお願いします。私はあゆみと申します。アロハニックネモト。アロハマユです。プリンスワイキキは私の後ろにありますダイヤモンドタワーとアラモアナタワーの2棟からなっております。ロビーの天井にはフラリーカイという名前の私たちスタッフが全員で協力をして作った銅板の魚たちが飾られています。この意味はもともとここに住んでいた、ヒナナという魚が川に戻ってきて、で卵を産んだら海に戻っていったというストーリーから成り立っています。私たちもお客様皆さんが、プリンスワイキキにご滞在されて楽しい時間を過ごしていただいて、また日本に帰って次回ハワイにいらっしゃる時にまた泊まっていただきたいという思いも込められています。ご到着なさった後にフロントに進んでいただきますと、今は飛沫防止のパネルをご用意しています。最初に GM がご案内して入ってホテルに入ってきたところがコロモアナストリート側にありまして、メインのエントランスになります。私の後ろにありますのがアラモアナ側のエントランスで、ホテルは2つのエントランスがあります。で、こちらがアラモアナタワーになっておりまして、1階にはホノルル、コーヒーがあります。こちらは今朝の5時半から午後の3時まで、営業しています。簡単な軽食とかをお召し上がりいただきたいときにはこちらでコーヒーと、スナック等を買って、よくプールなどで都合で朝食として召し上がっていらっしゃるお客様もいらっしゃいます。こちらのお部屋はオーシャンフロントプレミアです。ご案内します。ワイキキでは全室マリエオーガニクスのアメニティをご用意しております。新鮮な大自然と美しい花々に囲まれている気分になる苔というタイプをご用意しております。全室バスタブとシャワールームが別々となっており、広々としたバネティエリアがございます。トイレはすべて全室ウォシュレットを完備しております。プリンスワイキキクラブルームをご案内いたします。オーシャンフロントスイートのお部屋をご案内します。ワイキキの喧騒から隔離された上質な空間、広々としたラグジュアリースイートです。独立したリビングルームにはダイニングテーブル、大きなソファーと2人掛けのロマンスシートがあり、ご家族やグループでのご宿泊でもゆっくりとおくつろぎいただけます。
ワンベッドルームスイートまたはツーベッドルームスイートでご利用いただけます。こちらは100セールスレストラン&バーです。大きな窓から美しいハーバービューやサンセットを眺めながら、開放感あふれる店内で朝食、ランチ、ディナーをお楽しみいただけます。シェフのジョセフ・アモグエラは地元の新鮮な食材を使った個性的で想像力あふれるメニューを作り出し、ビュッフェのみならず多種多様なアラカルトメニューをお楽しみいただけます。アロハ。My name is Joseph Almaguera. I'm the executive chef here at the Prince Waikiki. Right, so our aquaponic system here, it's a closed system. We use 90% less water than traditional farming. Also, there's no antibiotics or hormones. So basically we raise the fish, we feed the fish, it produces nitrates, and then the plants absorb the nitrates and filter the water back to the fish. So it's a symbiotic system. Also, the great thing about aquaponic system is we're able to utilize unused spaces. So previously to before, this was just an empty spot, and we're able to grow vegetables in an urban area, right? With no ground, or you know, we're able to utilize unused spaces. With the produce that we're able to grow, we use it in our restaurants. So we use our lettuce in our salads, the basil to make basil oil or in our sauces. The mint we use for garnishing a lot of our dishes here. こちらがクラブラウンジです。ではご紹介させていただきます。こちらがクラブラウンジの朝食になります。プリンスワイキキにはベーカリーがございまして、そちらで毎朝フレッシュなペストリーを、焼いております。プリンスワイキキの宴会場は大小さまざまな宴会場をご用意しております。ビジネスシーンに合わせて宴会スタイルをご用意できます。最大収容人数は800名様まで、着席ディナーブッフェの場合は500名様が最大となります。また2017年の改装の際に新しく外の景色の見える宴会場もご用意させていただきました。プリンスワイキの宴会場には日本語を話せる宴会のスタッフもおりますので、安心してパーティーを開催することができます。ハワイプリンスゴルフクラブはオアフ島の西レバ地区に位置しております。全27ホールのゴルフコースはアーノルド・パーマーとエド・シェイの両名によってデザインされましたゴルフコースです。初心者から上級者まで幅広くお楽しみいただけるよう設計されております。本日のプリンスワイキキのご案内はいかがだったでしょうか。ぜひ2022年にはハワイでお待ちしております。皆さんよろしくお願いします。アロハー。